どうも、ふぐすけです。ということで、今回は初戦のお相手はドンキー。ドンキーといえば、上野動物園から逃げ出してきた獣。この獣をどうやって飼っていくか。そう、この獣を狩るために来たのが私、ガノンドルフ。そして海峡のメテオ。だね、ドンキーに関してはジャンプ力が非常に切ない。その切なさを逆に利用してしっかりとメテオを決めていく。それでこそドンキー狩り、獣狩りをもう一歩決めていく。まあね、しっかりとジャンプを潰すことができれば、このように落雷臭、まあ落雷臭一をしっかりと当てることができる。がしかし、そこはドンキーしっかりと暴れて横スマは食らわない。空母で出して食えの暴れる。次たくら決まらないが、冷却もはやこれは移動手段。さあ、これどうする。チャンスが絡む。5強、そして冷却で外に出してしっかり見てメテを決めていく。対戦ありがとうございました。獣狩りで疲れた体にひとときの癒しを。ということで、次のお相手はガノンドルフ、俗に言うオッサンズミラー、そしてオッサンズラップ。おっと、このガノン同士の戦いでやっぱり重要なのはこの崖際。崖際の攻防によって一瞬で勝負が決まる。落雷秀一おじさんの復帰パターンとしては、ある程度やっぱり復帰が弱いと、復帰が弱いところでしっかりとこの復帰阻止をしていく。空母、まあね、今の空母に関しては、あ、受け身を取るのは難しいかなと。そこでしっかりとミストック先行していく。つかみからの落雷手はしっかりと回避で見られて、ここはどうなる。ここは何もせずお互い帰還と。おっさんたるもの休憩は大事だが、おっさんズラブで対戦ありがとうございました。やっぱりね、おじさんミラーたるもの愛がある方が勝つ。その証拠にさっきのおっさんズラブ。ということでね、次のお相手はガオガエン。もうこれはもはやハイラル VS アローラの戦い。ハイラルの王とアローラの王、その両者のプライドは激突。ズレがクマエでバーストー。もはやこのクマ早すぎて見えない。大谷翔平もびっくり、手の振りが早すぎる。回避しっかり避けて、やっぱりおじさんたるものね、その上でお手玉されると弱いが、下は任せろ落雷秀一へ。この試合展開また早い。現在40秒経ってない段階で2ストック、そして3ストック目。対戦ありがとうございました。次のお相手はネス。あ、ね、ネスといえばこの顔である、うん、絵心がないと常々言われてきた。小学2年生の頃かな、小学2年生の頃に俺は先生に言われた。君は美術の才能がないと。だがそんな俺でも描けそうなネス、ストック奪っていく。ネスの顔の説明、キャラ説明を教える間にワンストック奪っていくおじさん。やっぱりガノンドルフが最強全一。ここに食う前、ネスの食う前はやっぱりおじさんはしっかりと運ばれてしまうが、せめて2発で終わらせると。くっ、上スマッシュは当たらない。ここの復帰阻止は避けない。危ない。まあね、ネスはやっぱり崖外ではおじさんにとってはちょっと不利なのかなというのが僕の印象です。食う上で出して、さあここからどうする。しっかり回避でかわされていくが、通勤タックルは決まらず。しかしどこにいても決める。いや、決まってないということは、レッキー客。対戦ありがとうございました。老衰、自殺、病死、今この世界で最も多く人々を恐怖させている死因は少子である。はい、ということで今回は消防官に憧れたゴールデンボール、このゴールデンボールをしっかりと芝居ていこうということで、対戦よろしくお願いします。やっぱり、ね、このゴールデンボールといえば延々の消防隊でもおなじみのこの消火栓、まあ、延々の消防隊で消火栓が出てるかどうかは怪しいが、この消火栓を利用した戦術、それがまあメジャーではあるが、消火栓を使えるのは延々の消防隊、消防官に憧れているのはパックマンだけではないということで、消火栓とともに迫るワンクマ。後ろの虹が綺麗だぜ。ということでワンストック奪って掴む、クーエヌ、回避読み、クーエヌからの横強までは決まらないというか、この横強はまず当たらない。さあ、ここからどうする、どうする。ウエスまでとりあえず上げて消火栓、この消火栓はぜひとも利用したいところだが、距離的に利用はできなそうだということで、そこはしっかりと返っていく。最後に消火栓を利用してバースト。対戦ありがとうございました。消防官になりたいのはパックマンだけじゃない。おじさんまた同様にその人を。最後の試合は剣術ミー。
まあね、今までは1分前後の動画をチョイスして、まあね、最速の動画ということで1分前後の動画をチョイスしていたんだが、しかし今回の動画はまあそこまで早いものではないが、なぜチョイスしたかというと、相手剣術ミーの顔、ご尊顔をちょっと見てほしいんだが、そう、このキャラ伊藤海城モチーフに作られた剣術ミースマブラ界のギャンブル王ガノンドルフとこの伊藤海城、この試合はぜひとも見たくないか、そして俺も絶対何としても勝ちたいということでこの動画をチョイスした。さあ攻撃上がりからのちょっと崖が出されていく、そして相手も復帰阻止に来るが、そこは落雷周知で撃墜。迎撃性能はもうこれはもうピカイチと言えるんではないか。このトルネードがうるさい、厄介すぎるが、ここの暴れは無謀すぎる。やっぱり剣術ミーといえば武器判定、武器判定、相手に暴れていくのはあんまりよろしくない。横スマは刺さらず、回避を見る出したが刺さらない。そして崖外に追い出してここで粘着してくるぞ。崖外の王は自分だと言わんばかりの、あとは決める、その称号を手にするものはギャンブル王、このギャンブル王という称号を手にするのはどちらかということで、ここは相打ち、そして外に出されるが、まだここは大丈夫。さあどうする、おっとまたも回避読みだが刺さらない。そしてレッキで外に出して、外に出して爆裂客が決まっていく。対戦ありがとうございました。ギャンブル王はガノンに軍配上がったり。